あんたがさ、結構忘れてると思うけど、昔さ、急にさ、検査履歴みたいな感じで言ってきて、私を困らせたことありますだよね。あるんやけど、その時は検査履歴より検索履歴なの確かに検査履歴って言ったよ。何の検査履歴、病気かどうか、それもちょっと知りたい。血圧だけ D やったよ。ちょっと、ま、1年前に健康診断。だからな、今日も見せてもらいたい。あ、抜き打ち。しかしすんの。いや。いやいやじゃないよ。あの時マジで本当に困ったんやから、何も言わんとさ言ってきたから、今日はうちの番やね。俺の周りに虫がね、たむろしてる。あ、話そらさないでもらっていいかな。めっちゃよ、見つけた。こんなところに置いてあったよ。みんなヤバいやつはないと思う。見ていいの？いいよ、だってそんな大したのないと思う。普通にちゃんと生きてる。普通にちゃんと生きてるって。あんたもその借り見してもらっていい？私はダメよ。どうせさ、こんなんやるからには消してきてるんやろうけどな。なんやろ？タレスポスパッドって何？この人に何似てるって言われてんの、ネットで。あの、この間、外録チャンネルって出てん。で、それのコメントが、トレスポのスパッドっていう人に似てますって書かれとったから、うん、トレスポスパッドで検索してん。この人らしい、似てるらしい。あんま嬉しくないんだけど。多分、悪ギアって書いてる感じじゃないから、多分、ファンの人が書いてるから、あんま嬉しくないってこと言ったらね。何この、イガグリ頭。今、六本のクラスでも見とったよ。木内龍馬がこのイガグリ頭って言われとったから、イガグリ頭って正しくはどういう意味なんやろうなと思って。だからアレちゃんはもうちょっとね、なんか気のこと想像したんでしょう。非常時こか全部みんなやっぱなんかゴゴスマ見てほしいね。お昼のな番組で石井亮次さんっていうアナウンサーのとこの人が司会してんねんけど、うん、めっちゃ股間でかい、みんな思ってるみたいで、うん、それが売りの番組みたい。股間をTBS ゴゴスマちらつかせてるのが。そう、でもな、松本明子のな、松本明子はめちゃくちゃ顔芸すんねん、バイクで。で、松本明子の顔芸も売りの番組。石井亮次の股間と松本明子の顔芸、これをぜひ見てください、皆さん。ソースにがあるのが、詰まったん意味。ZIP の時間って、うん、俺 ZIP って全国放送かと思ったら、関西は ZIP じゃないねんて。関西は、詰まったん ZIP っていうやつがあって、で、そのオファーいただいて、で、なんか最近もう3回ぐらい出てんのかな。で、また来週も出んねんけど、この番組も十何年とかやってんねんて。長期間番組。これめっちゃ可愛いねんけど、たらこ、明太子違い分からんかった。俺の中でな、怖い怖いこれ。明太子を茹でたらたらこになるんかなと思って。うちもそんなイメージやけど。違う魚貸して。ちょっとたらこはスケトウダラの卵巣を塩漬けしたもので、明太子はスケトウダラの卵巣を塩漬けし、からしを使った。あ、一緒やった。俺一緒やった。一緒やないか。ブレたっていいじゃない。それ、あんたの今やってるやつ。やってる番組、そうですね。なんでこんな検索してんの？なんか見てみようと思って、自分で。上の方にできる。コマラブラスのブレたっていいじゃない。毎週やってます。ぜひ登録してください。ねえ、そのためにやってんの？あんた、そのためになんかやる。違う違う、検索しただけよ、それは。ただ単に乳首、はい乳首垂れてんの、あんた。あの、うちのマネージャーのユウスケとおりやろ、うん、あいつ乳首がさ、普通乳首ってここについてるやんか、あいつの乳首もこの辺やねんか。絶対嘘、絶対嘘、絶対嘘。そんな、見た見た見た。だから乳首もこの辺にハイフ当てたらこう上がってくるかなと思って検索したけど、そんな施術はなかった。なんかこれ何読めないけど、田中は何、田中なんとか流出田中系流出で検索してんの。何が流出したの。なんか流出してるかなって思う。何でもええねんけど。小腹グラス、天才、イケメン。そうどういうこと。でもこれは俺が自分でやったんちゃうで。絶対嘘。え、あの、何これ何これ、なんか自分で悪い書き込みとかを見て気分落ち込むんやったら、いいワードで検索したらいいでっていうのを友達に言われてん、うん、だからいいワードで検索していい口コミを見ようと思って。
自分のエゴさした。それ前はさ結構さ悪いコメントを見てたりしてるけど、今ちょっと入れ替えたんだね。入れ替えていいコメント見よう、いいコメント見ようと思ったの。ポジティブになったんだね。あのね、あの外録チャンネル出たいな。めちゃくちゃ外録チャンネルの反響いいんやんか、うんうん、ガールズグラス君はすごい苦労して、だからこそこんなに言葉に深みがあるんですねみたいな書かれとって、もうそれ毎日オナニーをするように見てるみたい。もう更新していつも、みんなもガイロクチャンネル見てね。何何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 何じゃあアンミカが最近酒のつまみでな、もう伝説して大変なことがあったらしくて、それ見たくて検索してたんですよ。酒のつまみで泥酔キャラ崩壊、40歳ゲイ何それ聞いてほしいね。今年ってな、今年2022年やんか。ハルウセルマキさんが今年2022年80歳になんねん。ほんでピーターさん、池畑さん、うん、ピーターさんが今年70歳になんねん。ほんで、一個が60歳になんねん。ほんで、マツコが50歳になんねん。ほんで、俺が30歳になるやんか、うん、今年。じゃあ40歳誰やろって40歳ゲイで検索して。面白いね。今年は惑星、オカマの惑星直列って言われたんや。10年に1回オカマのなタレントがみんな惑星直列するね。1回なんか年またぐみたいな。ほんまほんま。俺ちょうど30歳。しかもなんか多分曲名がわからんかったんやろね。You raise me up! って言われてカラオケでな。えぇとかな。なんとかなんとかなんてみたいな。で、結局You raise me up やつ。You raise me up やつ。オーストリアが気になってんねんな、いろいろ。オーストリアに移住でもするのか。いや、じゃなくて、マネージャーに聞かれて知ってるみたいな。もうずいか、木の、甲の、なんか食べるのいいか。喘息ぼっちゃんが結構なんか頻繁に喘息に効くような漢方とかいろいろ調べるんだけど、モズカっていうあの植物があって、それのサプリメントが結構効くの。また調べるよね、モズイカ、甲の。めっちゃモズイカ何回も調べる。ぜひ、喘息、漢方、漢方で治そうとしてる。次、ガラス割るペン型。ガラス割るペンが絶対これ避難グッズや。そう、ね、ずっと避難してるからな。避難グッズ、小さい、栄養高い。そう、いかに小さくて栄養が高く取れてスペースを取らないもの。ちょっとでもダサいな、言ったらな。防犯テレビラジオ、かっこいい。いや、お前だからファッションで避難してんじゃねえかよ。結局カッコつけてんのよ。利便性とかそっちを重視しろよ。イギリスの方がいいやんか。イギリスお金。違う。イギリスに。ちょっとそういうことになってまうやん。いや、あのなんかね、香水欲しくて、でその香水イギリスにしか売ってないの。で、イギリスのお金あるやんか。ペソなのか何なのかと思って調べて。あれちゃんさ、さっきオーストリアとかね、あとウィーンとかイギリスとか、次モナコ。移住統合しようとしてる、もしかして。トラさん本名、トラさん名前忘れとったんや。あの時な、撮影しに行ってね、神社にね。トラさんね、あつみきよちね。でまた検索しようね。パンが絡む喘息、咳、漢方。なんか定期的になんかそのストロンジャージンシングス、ストロンジャーシングスレストラン、ストレンジャーシングス。でずっと検索で出てこんから、もう大量にそればっかり検索してんねんけど、ストロンジャーシングスじゃないねん。出てこない。ストレンジャーシングス。国が終わった、国崩壊、国崩壊、インド行く。で検索してんねん。一晩で賢くなる方法。無理でしょ。一晩で賢くなれるのね。この辺可愛らしいというか、まあアホやなと思うのが、チャッキー人形生きている。あれは映画やから生きてへんねん。あれ映画で作ってんねん。いや、あれなんかさ、小さめの人っていたりするやんか。何演じてんのかなと思って。どうやって撮影したんやろうって。本当の人間がやってんのかな。心配になってきた。すごい、これ観光。
もうやめるわちょっと。